愛く撮れてる。絶対変ですね。今通知来たとか、もう少し、じゃあもう少し待ってからお話しします。どれぐらい来たらしたらいいのか。1000人、わかりました。じゃあ1000人超えたらお話ししようかな。雑談時間もあるし、雑談なんやろ、雑談雑談なんやろうな。 お洋服、これ H&M です。 H&M、 なんか襟が大きすぎて、その全然着れないんで、外で今日着ました。ちょっとこれはなんか水ぶくれができたので、あのかさぶたになってるんですよ。ちょっと気にしないでください。あ、超えましたか。あ、じゃあ、あの金子さんのブログで今日9時にアップされたと思うんですけど、あのその書かれた通りなんですけど、まだ私のブログはアップされてないのかな。多分まだですよね、私のブログは。私のブログでも多分同じ似たような感じの内容のことがアップするんですけど、まだそうなんですけど、その金子さんのブログにあった通り、あの病気みたいなのが見つかってしまって、ダンスとか、ダンスっていうか激しい運動がしてはダメっていう診断をもらって、なのでその劇場公演とかもせっかくデビューさせてもらったばっかりなんですけど出れなくてっていう状況で、でも私はもうそれがあの見つかった時からもうあの出れないって思って、出れないじゃないな、残れない、このグループに残るのはもう、そのなんて言うんですか、私の残りたいと思ってもう無理だと思ってて、 なんですけど、スタッフさんとかと話した結果、私はもうそれはもうそんなこのグループは無理だって思ってて、で無理っていうか、その私のなんていうの、意思で、あのその無理だっていうのはそういうなんかできないとかじゃない意味じゃなくて、そのもう必然的にっていうか、そのダンスができないってことはこのグループはダンスが必須じゃないですか。なのでその残れないっていうか、首を切られるっていう言い方が楽しいのかなって思ってたんですけど、その話してたらその違う方向っていうか、いろんな案で残らせてくれる選択肢もあるっていうことを言っていただいて、で私はまだ入ったばっかりなので、あのまだ何もできてないじゃないですか。
活動っていうか。なのでその残りたいみたいな感じで、その選択肢を与えてくださってないと思ってたんですけど、なのでその私はダンス以外のところで頑張っていけたらなって思ってます。わ、みんな優しいコメントがいっぱいです。そう、なのでそのダンスができない研究生なのにできないってことは、そのなんて言うんですか、まあその劇場公演でその頑張っていって積み重ねてっていうところがあるじゃないですか、先輩方も。なのでどうなのか、残ってもいいのかなみたいなところもあったんですけど、でもスタッフさんとかとも話したらそっちの道も難しいけどできるよっていうことで、続けることになりました。あ、みんな嬉しいって言ってくれてる。そう、歌はね全然できます。そんな日常生活の運動を制限されるほどじゃないので。あ、みんな優しい。そうなんです。歩くのもダメとか言うほどじゃなくて、激しい運動がダメなだけなので、まあなんていう、どうやって説明したらいいのかな。なんか息まで遅刻しそうで走るとかいうぐらいは別に大丈夫だと思うので、そのまあ劇場公演で十何曲もやるのは非日常な運動じゃないですか。なんかそれはちょっと厳しいんですけど、そうなんです。今まで言えなくて、そうこの1週間ぐらいもその話し合いとかも結構してたりして、その何て言うんですか、モバメとかも送りたかったんですけど、まあ送ってもよかったんですけど、なんか変になんか憶測生むとまた嘘なことでいっぱいになって皆さんを困惑させるだけなのでかなって思ったので、その私はこの公式での発表が出るまでは自分出てから自分の口で話そうと思ったんで、こんな感じで結構1週間ぐらい経っちゃったんですけど、それはちょっと1週間ぐらい皆さん生きてるかなみたいな感じになっちゃったと思うんですけど、そうですね、その私が突然ショールームをこうやって説明しても皆さんびっくりするじゃないですか、びっくりしちゃうじゃないですか。だから先にそのまあ文面っていうか皆さんに見ていただいてから私の口で直接説明したいなって思って、こういう形にさせていただきました。説明ってきたマイナスの話、じゃあどうしよう、なんかテロップ書いた方がいいかな。ちょっとじゃあちょっとだけメテロップにまだでもそのちゃんとこうやってなんて言うんですかね、まだこれからのお話はまだ具体的にっていうか、もうまだちゃんとこのこうしますっていうほどまでは言えないっていうか、まだ話し合いがもうちょっといるかもしれないんですけど、とりあえずはこんな状況ですっていう感じですかね。ご報告なんか YouTuber みたいじゃないですか、ご報告って。報告お知らせ、あ、くまかーくさんありがとう。縄跳びはやめとこう。そうですね。あ、何これ、すごい新しい。岡春さん初めて見ました。
何か皆さん、あ、いっぱい、いっぱいコメント嬉しいです。そう、そんな感じですね。なんか気になることとかあったら、その分かる範囲だったら、あ、お花もありがとう。え、何これ、すごい肉球すごい、そう、なので質問っていうか、なんかあれば、あ、猫の日あ、なにこれ、猫、すごいかわいい。あ、猫の日だから、あ、歌うとかは多分大丈夫です。あ、猫、肉球、そうですね、こんな感じなんですけど、あと何かあるかな、話した方がいいこと。あ、いっぱい、のぶさんも、そうなんです、その3回目はこれで出れなくて、そのみんな楽しみにしてくださってたと思うんですけど、あの、あ、いっぱいや肉球肉球がや、すごい、肉球やば、そうなんです。だから、あの、なんだっけ、チーじゃなくてデンも出るのも、あ、いちごいっぱいだ、そう、デン、デンやったっけ、デンですね、デンに出る、出るった時も出てたのにみたいななっちゃったのもちょっと申し訳ないなと思ってたんですけど、あ、いちご、クイムシーはデリンク、あ、デン強かった、やった、本当だ、その話も全然してないんですね、それがあったので。ずらないネイビーもあり、でもなんかそれに、それでなんか、まあ、ファンの皆さんもそんなので残らんでみたいな感じで言われるかなって思ってたんですけど、なんかみんな優しくて嬉しかったです。あ、そんなん言うわけない、よかったです。いや、なんか、まあ、NMB といえばダンスといった部分もあるじゃないですか。なのでちょっとそこの悩ましいっていうか、どう捉えられるかなみたいなところもあったんですけど、そう、なのであんまり、なんていうんですか、劇場公演とかはそのダンスは出れないので、あの、
なんていうの、ファンの方にはそんなに、なんていうのかな、まあ研究生はその講演が一番っていうか、講演がお仕事っていうところもあるじゃないですか。なのでちょっと不安な感じさせてしまうかもしれないんですけど、 MC の時だけ出てますいっぱいよ、みんなからコメント今日すごいな大丈夫、そうですね、おしゃべりも頑張らないといけないですね。みんな心配してた？デンでバラエティの才能、デン、そうですか、あれあれね、チョコのやつ、私も自分でもびっくりしました。一番あのゲームの方は練習してたんであれだったんですけど、チョコはもう半分運じゃないですかなのでびっくりしました。重さ勘ですよ、勘、勘です、全然めっちゃ勘で、あのデンの話なんですけど、その私最後にあのブラウニーを全部乗せたじゃないですか。その時に1個落としちゃったんですよ。ででもなんかそのコロナもあるので落ちたものは乗っけれないなって思って乗っけなかったんですけど、あれ乗っけてたらもうちょっと近づいたかもしれないですねって思ってた。本当あれはね勘です、私は分かりません。そうそうそう、1個落としちゃったんで、そう、そしたらもしかしたらちょうどよかったかも。あれはデンじゃなくて、いや最初はね、あのゲームは本当にめちゃめちゃ頑張ったんですよ。あ、ひなさんネクキありがとう。時間も余談のピザのおかげ、そうですね、あれは本当にめっちゃ頑張っ、しかもちょっとモールズ信号の話をしたいんですけど、モールズ信号の話をするとですね、あれめっちゃ難しいじゃないですか。かわいい、そう、それでモールズ信号わかる人いますか。あれ本当にあの光が、フーアの方なんですけどね、フーアの方でのそのスイッチの方でピッ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 みたいな感じでライトが光るんですよ。そう、それをフーアが言葉だけでそのそうトンツーっていうやつでその光の長さを伝え、私に伝えて、それを私がメモって
暗号の中から ABCDEFG みたいな感じで A はツートントンとか B はツーツーツートントンみたいなそういうのがあって、そこから4あのもう呼んでいくみたいなのがあったんですよ。それでなんかその右右なんて言ったらいいかな、それでその S とか H とかなんか A とかを呼んでいって横にある単語の中から横にある単語を作って英語ので、そのそこの横にその何にヘルツみたいなの書いてて、そのヘルツを風話に伝えると開けるみたいな感じなんです。で何択、単語の数は15個ぐらいあったんかな。そう、そう、それで、でもそれでアルファベットって A からあのいっぱいあるじゃないですか。だけどあれに使われてるのはなんか7個ぐらいだったんです。最初の文字が、最初の文字に使われてるのは A から Z までで7個ぐらいまでで、私は待ってこれは覚えていかないともうダメだって思って、ね、頑張ってこの7個覚えていったんです。でその中に L があって、の L がから始まる単語は一つだけだったんです。それで運よくモールス信号を当てれたっていう。そう、本当にこの通こんな感じです。このコメントにある、そう覚えてったんですよ。めっちゃまだ今でも覚えてるぐらいだよ。 SSHLみたいな、 STV みたいな感じで BFHLSTV や、それを覚えていってみたいな。それでたまたま風話のなんか一文字目のとこがもう L にしか当てはまらなくて、それで L が一つだってイエッターみたいな感じで解けましたね。まああれめっちゃむずかったな。あの近重さんともまずはあのゲームを読み取るのが大変で、まあいっぱいだ肉球。そうですね、ワイヤーとかはね簡単。あ、ハートもありがとう。ちょっと話は逸れちゃったんですけど、何かそのか今日の発表っていうかでまたなんか気になるなみたいな、引っかかるなみたいなとこがあれば、え、雪すごいいっぱい飛び交ってるがあればそのコメントしてください。あ、はい、公園見てました。すごいな雪がイエーイ、雪合戦してる子らの顔で大変だ。そう、公園見てました雪が。そう、それでそのあれです、みんあのサンクール目もその私の話をしてくれてて、メンバーの皆さんがで、風はなんか桃までやってくれてて、もう見てたんですよ。めちゃ嬉しかったです。めっちゃ見てましたね。ゆなくんが泣いたって言ってた。ゆなくんめっちゃ心配してくれました。言った時もうずっと心配してくれてました。ゆなくん、アンコールもピンク、そうなんですね。私もそう見たかったですねみんなと一緒に。秋田まだお話できてませんね。秋田とは免許取ったって話した以来
まだ話してないかな。みゆのメールでコアとツーショット来た？え、みゆといつ撮ったっけ写真。え、待って、みゆなんかそれ見ました、その話聞きました。みゆがコアのこともわめで書いてくれてたって。え、何の写真かな。私何の服着てた、いつ撮ったっけみゆと。初期に撮ったやつそうなんや、やば。動画しかなかったのスクショした、やばいです。そんなこと、そんなに送ってきたん。話が盛り上がって、その写真とか撮らずにみたいになっちゃうんです。最近もあってみーってやってずっと喋ってたんですけど、写真撮ってないですね、そういえばあともみんないっぱいありがとう。あるあるなんやん写真は一枚もな。そうなんです、でも仲悪いとかじゃなくて、なんか仲良すぎて話しすぎて、そうみゆとみゆんちお泊まりしに行くぐらいの仲なんで、そうそうなんじゃなくて写真がないんですよね。服かわいい、H&M です。まだなんか気になることあれば答えれる範囲で答えます。よかったら見えの次の大人、そうです、まあ、でもワイピと2ヶ月しか変わんないんですけどね、写真じゃないあの誕生日。人狼とかはいないんですので、たくさんこうやって見たくいいし、お同期には話しました、話しましたね、みんなウィルビーアイドル終わった時にアメリカの人がおる。ウィンネネで頑張ってね、ありがとう。 MC 極めて面白い人なんだし、私喋り上手くないですよね多分高2ぐらいやと思ってた。麻雀極め、あ、そうなんです、最近私ちょっと麻雀覚えたくてって思ってるんですけど、もう難しすぎて、3333333にすることしかわからないんです。あ、ハートいっぱいありがとうございます。あ、ちょっと犬が鳴ってる、鳴いてるのはちょっともうお気にしないでください、気にしないでください。そうですね、まーちゃん、あ、なにこれ、アイスのだるまとかあるんや。わ、すごい、アイスのだるま初めて見た。まーちゃん難しい。生福袋、コハくんの生写真、お、え、福袋の何だったっけ、あっちの方、あの10周年の方じゃなくてあれです、あの着物の方はちょっと、もういつもよりかちょっと顔マシじゃないですか、サインしてて思ったんですけど、ちょっと10周年
方はちょっと微妙いかなって感じなんですけど、肉袋の肝の方はちょっと良くなかったですか。7期生も SNS 始めたいな。そうですね、いつも可愛い。やった、なんか今日いっぱいですね、皆さん見に来てくれます。アップ引き、どっちもどっちも、ま、あれじゃないですか、なんだっけ、10周年じゃない方は。あきこはたんはあきたんの相棒、あきたんの裏話、あきたんの裏話とか合うかな。でもなんかもうやばりと喋ってる気がするんですけど。すごい雪だるま、公演の実況、いっぱいだから、それができない分他のことをいっぱいねできたらいいなって思ってます。あの皆さんはめちゃくちゃだ、誰もなんかえみたいな人いなくてびっくりです、私逆に。指輪でそう覚えてたんですよね、だからちょっとそれはめっちゃ悲しいんですけど。コハタ飽きたんで YouTube ちょっとなんかネタがないですよ、そんな飽きたんと私の何のネタするんですか YouTube で。みんな優しい、こんばんは。講演解説実況、いやもうちょっとやりたいことは自分からどんどん言っていかないといけないんで、また皆さんにいろいろね言ってもらったことを生かしていきたいなと思います。心の中で気持ちが複雑、ただ秋田にいじられる動画、もうそれはもう全員7期生全員いじられてますよ秋田に。さやみるきーさん次はこう秋田、もうやばいです、全然並べたらダメです。軽く振り付けを立て振り付け講座、そう思います。グラビアに依頼やってみたいですか。なんでももういろんなことに挑戦してみたいですね。秋田のオープン会飲んでみた。それみんな見てくれますか。秋田のオープン会乗ってみたって、悪秋悪子やば、絶対やってくれないじゃないですか。コータンキットに縦列駐車、でも私縦列駐車褒められたんですよ最後の試験の時に。なので本番っていうか道での縦列駐車はちょっと難しいかもしれないんですけど、教習所内の縦列駐車はもう完璧でしたね。みんな見るね、秋田のチャンネルを、秋田密着動画密着しなくてももう大体皆さんどんな感じか分かるでしょ、もう想像通りじゃないですか多分。
ヤキさんの車で駐車式してみた。ああ、終わりですね。もうそれは絶対ダメですね。実技と筆記は一発で合格しました。イエーイ、よかった。本当に心配だった。カラコンしてます。してます。あ、私のカラコンずらすゲーム見ますか。はい、してますよ。怖い。いろんな資格取りまくってみよう。いや、それも今考えてるんです。なんかあれですね、面白いかなと思って取ったりした。怖い。じゃあみんなカラコンしてるかなって言われたら、先見こうやって見せます。野菜ソムリエ野菜ソムリエ面白いかも。でも何がいいんやろうな、なんか難しいな。あ、歌とかは大丈夫ですね多分。楽器、家にピアノはあるんですけども、ピアノはツンツンできなくて習ってたんですけど、本当に本気で弾けないですね。ビルミアイドルドレスとして何期の裏話、メンバーのマッサージ師、でもトレーナーさんいるんでね、私ちょっとそれは必要ないかもしれないです。あ、でもあれじゃない、私大学がスポーツ系なんで、貴重品検定ドラム、運転免許、資格らフルコンプ、やば。私大型トラックとかも運転ですか。楽器できたらいい。でも私まだ楽器一個もできないんです。今まで習ったことあるの、ピアノを習ったんですけど、ピアノは本当にその高校生の時に音楽学部だったんで、ピアノを大学音大に行こうとしてて、音大っていうの、音楽系の学部に行こうとしてたので、ピアノが いるんですよ絶対。それで習ってたんです。でもできなくて、全然できなかったですね。牽引とかいつ使わないですよね絶対。でもトラック運転してみたい、でっかいやつ。みんな楽器がおすすめですか。ミキさんの日常こっそりなるどういうことや。ミュージカルの歌はね、歌いたいですね。そう、なんか歌もね、もっと、はじめまして、かわいいだって、やった。トロンボーン、あ、船、あ、マは船の資格持ってますね多分。なんか、船運転できるって言ってました。カメラとか私センスないのに、ないからな、大丈夫かな。一級船舶、どんなんか分からん。なんかでもお客さん乗せれるって言ってた。でも全然まあ
全然船の関係でも何でもなくて、全然あれなんです、その全然船長をやってるとかじゃないけど持ってるってだけです。1級、全然何級とか分かんない、なんやろな、なんかそう、なんか人を乗せれるのと乗せれないのがあるんかな、なんかでも乗せれるって言ってました。全然私も船は詳しくないんで分かんないんですけど、そう、何で持ってるんかはほんまに何で持ってるんかは知りません、私は。連続カメラマン、でもそんなゆきつんさんみたいな、あんな素晴らしいカメラのセンスなんて私、待って、ゆなくんだ、ゆなくん、あ、かしこさん来たって言われてる、ゆなくん見たよ YouTube、 かしこさん見た、ゆなくんだ、ゆなくん見た YouTube、 かわいかった、 これしてた髪の毛、かわいいってゆなくんも1位の人やんやって、面白い、こわくん何問くらい分かった、でもフェブラリーは書けないですね、あれ私書けませんでした、フェブラリー、明日は受けた、フェブラリーはあのフェブラ、なんかね、私どっちか U と A が逆で書いちゃったかな、逆って思ってたかも、あ、肉球、あ、そうそう、 R と U が逆だと思ってました、R と U 逆やと思ってた。枕は分かりましたよ。R ってやつですよね。U の気がし、そう、逆だと思ってました。R と U。なっきのかしこさんはやっぱ言うのな。ゆなくんのイメージはなかったんですけど、ゆなくん1位でした、すごい、ゆなくんがかしこさんですね、7期の R を後ろに持ってくるですよね、 BU って思ってました、あ、ハート、そう、まさかのゆなの肉球、私数学苦手です、めっちゃ、ゆうなくんはネバランナンバーランドでも結構かしこさん、お、じゃあゆんなくんがじゃあもう1位なのかな、あ、コアタもかしこさんって言ってる、ゆんなくんが、みさきのトゥモロン、私も数学全然できないです、大学の勉強は難しくないかな、今はレポートとか
7期は理系いる、いないんじゃないかな。なぞなぞわからん、あれはわかりません。全然もう真剣に考えてました。どの季節仲いいんやろうとか言って。ミサテストレベルまで行くと喋ることもいいんで、もう早く行けない。あ、だるまありがとう、ハートも。こんばんは。ちんてこわったのが代表と思ってた。私はもう2回出たんでね。和田さんのようにフラッシュああ、みゆのフラッシュアンズ面白かった。こうやったかわいいウサギみたいな絵文字。ミサチュスは漢字を見る気が書けない感覚。マイティ賢そう。マイティは多分まとめてくれるとかそういうのはめっちゃなんていう真面目とかしっかり者なんですけど、勉強できるんかなマイティ。アンジュはもう賢さんとかという枠じゃなくてもアンジュっていう枠ですね。あ、ハートありがとう、いっぱいだ。マイティはバンガンコーです。アンジュアンジュ、マイティ感じできなかった。マイティもアンジュもダメみたいですね。そうです、マイティはね、そのあれなんていうの、多分 MC とかのおしゃべりはしっかりしてると思うんですけどお勉強はできないみたいですね。私といえばアンジュ、アンジュ関係5級で自分を知った。アンジュ面白い、ほんまに。あ、個人さんタイプでもそうかも。見て、個人さん近いイメージ、わかりやすいですね、それ。めっちゃみんなマイティコジリンさんって書いてる。アイピわかんない。アイピはなんかめっちゃ賢いってイメージもないけど、全然勉強できないってイメージもないですね。マイピは多分地頭は賢いと思います、めちゃくちゃ。お勉強わかんない、僕勉強は全然アイピ知らないけど、アンジュはお勉強とかじゃなくて、アンジュはアンジュです。アイピー準備文章しっかり、そう。そうね。アイピー2学期の古典13で。じゃあアイピーは地頭賢い。和田美優はもうミュミュしてますね。授業は授業、アンジュはアンジュ。若にゃんもうどうなんやろ。若にゃんもうなんか頭大バカのイメージもないけど、賢いのイメージもないですね。そうですね、頭の回転はね、また話が別ですもん。そうですね、頭の良さとしっかりするのは別ですね。アンジュはノーアルとか、いや、アンジュはもうアンジュすごい。そう、勉強とコメント力はね別ですね、全然。こんばんは。フワリンは、
フアリン、フーアも、フーアはそんなに頭いいのかな。アンジュ属性アンジュ、アイピ次々とね、アイピはねもう何時までやろう配信45分ぐらいまでかな。4000人、すごい。私一番最初にやった時もそんな超えたことないかも。すごい、やった、みんなさんありがとう。あ、凍ったタコちゃん、7期生みんな虫よけてやりこ、リップが取れてきました。ミックスジュース、でもあれですね、やっぱりあの 3クール目のあのなんだっけ MC でめっちゃ私のことをもう言ってくれてて、もう嬉しかったです。何回も名前が出てきて、フワもねやってくれて、あんなあの役大物役、ヘビス、それはそうそうそうなんです、これなんか水ぶくれができて、それでめっちゃ治ったんですよこれでも。そうだから、あとこのかさぶたがね取れればもう完治です。そう、皆さんとあの1週間ぐらいそのこの発表するまでちょっとあのの1週間ぐらいはこの水ぶくれと戦ってましたね私一番。そう、なんか水ぶくれができて、このこれが治ったらもうね、もういよいよ完治ですよ。もうほくろじゃないんです、これかさぶたなんです。そう、かさぶたなんです。もうこれが取れたらもう完璧。ビタミン、ビタミン、ビタミンのやつ飲んでますね最近めっちゃ。もう少し、そう、もうこれがね、これがね取れたらもう最強。本当にもうこの1週間はもうこの水ぶくれがもう治っては、このなんていうんですか、触ってなくてももうお風呂とか入ったらそうふやきってなんか取れたりするんですよ。もうそれでも全然治らなくて、やっとここまで、やっとここまで来ました。長かった、長い道のりでしたね。触るな、もう大丈夫なんです。でもほんと1週間前とかはもう なんて言ったらいいのかな、なんか 生身の唇っていうんですか、なんかさ、説明が難しいんですけど、なんか
生身の唇みたいなの出てて、もうやばかったですね。あ、雪だるまありがとう。カチカチの。触ったらあかん。でももう治りますね。多分もうあとこれはもう2日以内には治ります。生身じゃないけど、なんか皮膚のめくれた皮膚みたいなのが。下の皮膚はそんなんです、そんな感じ。生身の唇だ。そう、なんかこんな感じのやつ。説明が難しいな。なんかやけど、結構やけどした時の皮膚みたいな。重ねて取れたら見せるね。そうそう、ミックスジュース、そう、東京もお願いします。ミックスジュースにまた4回目のやつが始まってるので、あ、5票投票した、やった。皆さん投票してくれたら嬉しいです。今日からね、始まったみたいなんで。リアの唇、あ、どんな感じかな。多少だけで冠れる、そんなんできるんかな。どういう少しでもいいですね。あと残すは決勝と最後の配信とファン投票かな。ですよね、多分。ツイッターに切るといいな。そうですね、でもまだそうかな、いつなのかな、わかんない。 X 重心じゃんじゃん投票。はじめまして。楽器でき、練習して弾き語りライブ、楽器始めようかな。アミルさんと一緒に歌、歌唱だけのカメラ、そんなんやばいですね。アミルさんめっちゃ優しいです、本当に。もう私がそのまだ見つかる前、このことがに、もうダンスめちゃくちゃ優しく教えてくれて、あ、ファイトってありがとう。肉球も、アミエさんいい人。バンク、あ、肉球ありがとう。バンクルミの声だ、ダンスよかった。バンクルミはね、まだそうじゃなくて出てるので、また YouTube で見てくれたら嬉しいです。アキタと同じくらい先輩にも絡んでいく。私あれなんです、人見知りなんです。あ、なんか
クマ、コウタクマ、ありがとう。あ、クマ吉も元気です。電1位すごい、やった。あれは本当にもう3人でめっちゃ練習したんで。あ、だる、雪だるま、かわいい。化粧ユニットでもみんなうまいからな、どうしようやら選べなくなりますよね。その皆さん選べないですよね。そうですよ、これクリスマスの時に。ここにいるみんなが1票投票していたらミックスジュース1。お、そうだ、ほんとだ。あ、あなたもありがとう全部タンつけてる。え、猫、やったー、ありがとう、かわいい。もう私がちょっとショールームしない間にいろんなかわいいのが増えてます。これ今日限定なのかな。帽子取られた、そう、クリスマスじゃないから帽子今かぶってんの。あ、肉球ありがとう。猫の日ですよね。あ、絶対わくにゃん今日もうブログ更新してるんじゃないですか。猫の脇をだけ、そうなんや。じゃあ私こんな、そんな猫の時に可愛いやつでいっぱいだ。あ、音符ありがとう。ビューも昨日知らん間にいろいろ吹いてるって言ってた。そう、私もいつもびっくりする。こんな猫の日に猫があるとは。コアタも猫顔、それのは初めて言われました。猫の耳の代わりに鬼の手のつけた、あー、あれか、人狼の時のやつ。衣装デザイン、私そんなセンスないです。ある、おにじみ、めっちゃめっちゃプロやん。もうめちゃプロ意識高いですね、わかにゃん。猫意識ちゃんとね。わかにゃんはいつも私服とかレッスン着も猫ばっか着ているので、もう猫意識めちゃ高いですよ。メインクーン顔、カワウソ。ひなくんが猫耳してわくにゃんから探偵に。いや、そっか、そうですね、高校生だから猫意識、そう、猫意識高い、本当に。私たちはパンダ意識高くないと。あ、でもクワとフーはもうあのレッスン着パンダのやつでしたりしてるので。もうフーはマスクもねパンダなんで、パンダ意識もでも若にゃんの猫意識には負けるな。若にゃんのショールームには飼い猫がたびたび登場する。しかもね、若にゃんいっぱい飼ってるんでしょう。みたい。なんかいつも、この前も最近ここ何日か前に会った時も猫の服着てました。猫のトレーナー着てた、可愛いやつ。とか、なんか背中に猫いっぱいの T シャツとか猫意識高いですね。リンジさんがビビンでないとか、ワンデー式とかワンデー式伝説の子に。そうかも、あんなに踊るのは。
ありがとう。何番ね。そう。本当に猫、我がにゃんは猫意識高いんです。今日の洋服見ます。じゃあこれはなんか思ったよりめちゃくちゃ襟がでかくて、でかくてでかくて。それで最近ここにチョコをつけたんですけど、ちょっとね取れたから昨日ママが取ってくれたで洗濯ができてたのでなきました。雪だるまいっぱい、雪だるま作ろう。そう、締めにならなくて、もうそんなほんまにまだでもちょっと見える、自分で見たら。え、これめっちゃ襟でかすぎません？私こんなでかいと思ってなくて、なんか来たらなんかこれぐらいだと思ってた、自分的にここがないぐらい、これぐらいと思ってた。なあ、こんなにでかかった。おスロリってアイピがクリスマスに来てたみたいなやつですか？クリスマスじゃない、ハロウィン。ピのあれ可愛かった。ジューシーのフランスにそういう系となく珍しい。え、もう私自分の服のとか分かんない、どんなイメージ。あ、ハートありがとう。あ、そうそうそう、リゾン組さんみたいな、そう、そんな感じじゃないですか。でもめちゃくちゃあれです、あのナミさんの服めっちゃ可愛いっていつも思って見てます。めっちゃ可愛い。凍ったくもありがとう。そうなので、これからはショールームもダンスができない分頑張りますね。あ、いちごありがとう。いや、もうほんまにこのかさぶた邪魔ですね。あ、いちご、全部見るよ、優しい。ミックスジュース一緒に投票しよう配信いいかもね。ほくろっぺ、さっきもほくろって言われたけど全然、全然ほくろ、ただの、ま、でもこれ本当に治ったんですよ。これでもめちゃくちゃ本当にすごかったんですか、もうここら辺まであった、こんなでかかった。もうあと2日で治る気がします。私の人毎日も観察してて、もう同じのあった人にはあの、もうこ、あ、次はこうなりますねって言えますね。どうやってください。グラビア会議、あ、シンシンさんがね、あのまたグラビアのアンバトルで出てるので、皆さんポチ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 。ピース、花粉症、花粉症、私花粉症なのかな、わかんないです。病院に行ったことはないです、花粉症で。でもたまにくしゃみが出るので勝手に花粉症かなと思ってるけど、病院に行ったことないのでわからないです。でも多分そんなひどくないので多分花粉症じゃないと思います。思い込みの方です、思い込み花粉症です。悲しい気持ちの整理ってこれも治る、じゃあもう明日には治ってるかな。今週あたり来てたら花粉症、あ、
花粉症じゃないですね多分多分思い込みなんで多分私は花粉症じゃないです。あ、いちごありがとうございます。配信でぼっちゃんとおあぐにゃんよくくしゃみしてる。あ、花粉症なのかな。みんな花粉多かった。あ、でも全然私今日くしゃみ出てないので多分花粉症じゃないです。めっちゃ美人です。え、褒めてくれた、イエーイ。花粉症いつでも45分。じゃあそろそろランキング読むか。あ、猫アレルギー、私も猫かなって思ったことある。鼻声でもない、絶対花粉症じゃないです。私思い込みの方なんで。あ、フォローしました、やった。みんなフォローしてください。若には猫アレルギー、そう、そう、この話もちょっと面白いですよね。僕には猫アレルギーなのに猫飼ってるんです、めっちゃ。で、猫好きなんです。あ、ミックスジュースの投票、ね、お願いします。あ、してるって、優しい。あ、ハートしたら白くなった、それはダメです、それはダメです。ちゃんとピンクのままにしとかないと。猫好きな人猫アレルギーのパターン多い。パパ猫アレルギーや、コアのパパ。フォローしてる、イエーイ。今日初めてフォローした、え、嬉しい。みんなフォローしてね。やっぱこの色めっちゃでかいよな。めっちゃでかいわ。さっきからくしゃみ聞く、あ、それパパのくしゃみです。パパのくしゃみですね。私は3回ぐらい聞こえました、でっかいくしゃみが。枕カバーがおもろ、コアの枕カバーもこんなんや。パパ終わらん、やっぱ花粉症なんかな、知らないです。髪切れ、やった。多分みんな気づかないと思うんですけど、最近5センチだけ髪の毛を切りました。私も自分でもわからないです、変化は。でも揃ってる、いつの間に。でもめっちゃ前です。でも言ってもう2月の頭とかかな。絶対わかんないと思います、私もわかんないです、見てて。私も気づかないです、自分でも切ったなって思えません。そう、髪の毛の話でした。あ、最後にこの髪の毛の話をすると、私ここだけ髪の毛が多いらしい、後ろだけ、こっちは少ないのにって美容院で言われました。なので私は後頭部に毛穴が多いのかもしれません。そう、もう2週間以上前かな、分からん、いつやったっけ。まつげめっちゃいい感じじゃない。金子さんには絶対それを言う。
皮膚の厚みがある。そう、後頭部毛穴多い系です。あ、なんかちょっとついてる。横が多い。横は普通なんです。横はそんな多くないんです。全然ここが多いんです。だから私の後頭部に毛穴が多い人を見つけた私です。後ろからかけても安心ですね。あ、クッションがいっぱいなんで。横から引かれると引かれるじゃない、こけたらあれ死んじゃうけど。毛穴で見つけるのは難しい。引かれるじゃない、こけれる話ですね。ガネコさんクッションじゃない。いや、一周回ってあのクッションじゃないですか。あ、日給。最近ホットビューラーしたらまつげが上がります。これ一応リボンもついてる。全然黒と黒で見えへんけど。何周回ってもノークッション。量産型メイク、どんなんですか。なんかピンクみたいなやつ。じゃあ今度ショールームでやろっかな。正解が分からんけど、 YouTube 見ながら。目大きくないです。私目はしじみって言われてましたよ、高校の時。量産型アイピのイメージ。そう、私もアイピのイメージ。ななき、あ、ミルさんあげてた。そうだ、ほんとだ。量産型メイク、それ眉毛こんなんしないといけない。あ、明日祝日なんですよね。天皇誕生日？何の祝日だっけ？コアトンとマリンさんはじとめ。初期の騎士のさ、あ、なんかそれめっちゃ言われますね。天皇誕生日、明日可燃ごみの日や。おもろ。私もあ、お仕事ピエン。アンジュナミ、星天皇って星になるんや。髪型変えたりどういうこと。明日星ね、星になるんや。天皇は NG ワードなんや。なんでなんやろ。なんでか分かんないですね。やっぱ政治的な発言はダメみたいな。政治じゃないか、でも国のことはあかんみたいな。難しい。なんでな。絶対 NG じゃないですよね。星がいっぱいだ。
何がダメなんだろう。変なこと言わないよ、ひらがなないけど難しいですね。いいかもね、5000人かい。あ、やった、すごい、大事にありがとう。同じとこなのかな、これ。象徴ね。なんで、呼び合わなくてくさ、デリケートな部分。今日見てくれですね、ですね。じゃあ、あと5分したらランキング読もう。ハートのところ合ってる？ここはハートなの。私のとこ出ないんですよ。ここなの、ハート。え？ここあれかと思った。私はここに、なんだっけ、人数が出てます。ここにハート出てるの。初耳。もうちょい右？ここら辺？右上？こっち？そう、ハートないんです、私のとこ。人数もっと、え、私は人数ここなんです。え、どこどこどこ？こ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 こ？あ、そうかそうかそうか。私から見て左上。そっか、暗転してるのか。じゃあここ？あ、そういうことね。理解理解。じゃあここら辺ですか？最後の場所はここ？ここですか？ここも分からへん。あ、正しい、やった。じゃあ皆さん、ハートハートをお願いします。意味分からんことしてる。ハート、スクショタイム、スクショタイムじゃないです。止まってた？あ、私は止まってただけです、多分。UFO 読んでる。ハートハート読んでます。魔法。私手でかいですよ、めっちゃ。ほら、手でかいんです、めっちゃでかい。指なんかそうなの？めっちゃ手でかい。え、私より手ちっちゃい人はあんまり見たことない。めっちゃほんまにでかいですよ、ほら。めっちゃ広げた、こんなに。カエルって言われてました。水鍵とか言われてました。指長い。いや、全部でかいです。カエルです、水かき。
ピアノでもピアノ弾けない。カエル持ちネタ、え、私カエルっていうあだ名でしたよ高校的。あのダンスもカエルみたいで、声もカエルみたいで、あの手もでかくてここ水かきとか言ってカエルっていう。多分私の高校でカエルといえばって言ったら私って言われます。ということで、もうあのランキング読みますね。13位、コローワンピヨンジュ推しさん、ありがとうございます。12位、かぼちゃなカズさん、ありがとうございます。11位、キューブレモンさん、ありがとうございます。10位、ユウさん、ありがとうございます。9位、みものさん、ありがとうございます。8位、ヤン008さん、ありがとうございます。7位、若春アットリンファミさん、ありがとうございます。9位、末広さん、ありがとうございます。そして5位、5位はマサアットミックスジュースさん、ありがとうございます。4位、4位はゴリラ男さん、ありがとうございます。そして3位、3位はフカアットビーシカカタンさん、ありがとうございます。そして2位はノブさん、ありがとうございます。そして1位はカーくんさん、シナモンかわいい、ありがとう、ありがとうございます。いや今日はちょっと真面目な話なの、最初真面目な話だったのでこれをちょっと撮ってたんですよ、ちょっとふざけてるかなって思って。でもちょっと貼っときますね最後に。よし、じゃあ皆さん今日はいっぱい見てくれて、いっぱいあの猫とかいっぱいありがとうとかもありがとうございます。そう、シナもちょっとこれまた貼っときます、ちゃんと。またみんな来てね、あのやるので、あの予約のちゃんとやるので見てきてね、フォローもお願いします。バイバイ、おやすみなさい、おやすみんみんゼミー。